さあ気づけば全部ファイナルラウンドですはありますが、03と星が開いております。これはちょっと俺は予想してなかったね。もうちょっと真相ゲームになってる予定だったのですが、予定じゃなくて予想だったんですが、ちょっとタイソンはまだ動きに変なところがありますね。オーラにやられているのか。いやーガードが硬い。さあうまくやはりさっきのテンポを変えていきます。さあうまくいかない。ここの絵がまずワンコン決めていく。この絵雷だけマジきちんだよな。カンカンだけに通ずるものがある。せいせいせい継続して、ログビーなっている。店員は裏に回りきれない。立ち人指導もやばいということでバーストしていきます。ジャンビーカウンター。これはスライド立ち A なのか、それとも 6A 届いていないのか。ここもミスしてしまいますが、ここの辺のリードが広がる。当たるのかいみたいな。これは安定のブラスサイズ。ログビー当たらない。どうする。先ほどのようにゲージを使って無理やり崩すしかないのか。はい、リリー当たる。投げ抜ける。お見合いのシャガパンは強いぞ。惑星読みのシャガシーは当たらない。あ、なんか漏れて、これはしっかり立ち指導から持っていきます。さあリバサログビーだ。間違えたろ本当に。俺は怒りますよ。あーガードシール、か硬い。すごいな今のね。 6B ラキピアン 6B をガードしていきました。具体的なジャンピー、しびれるぞ。してさあ亀梨紫投げは抜ける。低空ダッシュ刺さる。低空サイドまで入れて亀梨。あと 6A が出る前だったか。さあ砕けジャンピーがどう、これ強いね。ラグナどうするかねみたいなところですけど、ジレイ 6A 当たるが問題ない。ジャンピー、はい、さあうまい。ラクチ工場が短いですが確かにあります。ここにしっかり 3C を差し込んでいく。ログビー通った。しかも確認バッチリ。これはベリアルコンに持っていきます。3200テグダッシュ。一周回って通りました。さあここでようやくタイソンが意地を見せた。1勝目をゲットして13です。さあ、ちょうど分岐点というか折り返し点となる第5試合目ですね。まあこの5先ガチャはシステム上最終まで行った場合は第9試合目で決着がつくこととなります。一番最長でもね。さあここは第5試合目折り返し点を勝って一気に流れに乗りたいところ。 The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. さあ吸い込まれていった。ジャンピーガイア、シャガパーン、リバイダーが当たる。まあこの読み合いの結果はねしょうがないでしょうね。先ほどから見せているあのバグステ潰しのちょっと走ってしゃがみシーンとかは、リバイダーに負けてしまいます。
で、そして、ロケ大学から、ドン。これはアドリブで繋いでいきます。この投げを、バースト使っていく。今のは良かったですね。良かったですが、まあ、雷発生してもおかしくなかったんで、しょうがないでしょう、ここは。リバイダー。お見合いから、クロスサイス、6B 通る。さあ、あるぞ。ここで追いついた、追い抜いた。くなげちょい待って、くなげは通って、一本先取したな。ラグナ前からこの端のクーラゲうまいですね。これは当たらない。おいして、おいおい、ディバイダー誘ったか。さあ、タッチ指導から雷設置のコンボ、2回雷入ってヘール。さあ、今度素直に下段に行ったがコンボできない。今リバイダー届かない、よくある。宇宙ハウス、ヘリアレッチャーノーマルヒット大丈夫。普通にしゃがみが当たって、立ち見漏れっぽいガントレットハウスが当たる。たまらずバーストしていきます。しかしゲダウンバースト、あっと危ない。あー、これはさっきのラッキャンがしゃがませてしまった。しょうがないですね。11でファイナルラウンド。だからミュウと同じ理屈ですからね。まあ、ミュウより優秀なのは1段目も中段ということですけども。他にもちろん発生は遅めということです。ミュウの 6B の発生で1段目中段だったらかなりの詐欺ですよ。さあ、減る、投げ込む、減るんだなこれ。あー、食らってしまった。バースト間に合わない。勝利したらカゲツ。さあ、カゲツが4勝目、リーチです。ああ、雷オケ攻めのプレッシャーがうまく刺さっている感じですか。強いよね、雷オケ攻めね。ほんとスパイクはしっかり垂直ジャンプで飛び越えて、ジャンピーからコンボ、お見合い。まあ、特に何もしなくてもこうやってね、様子見があっても雷側を外られてるんで、ここから雷ガードされたのを確認して代わりに生き直すことも可能です。じゃあ西、そうそう、さあ、タクが強いぞこの男、読み勝っている。ここの絵の強さはやっぱこのセットプレーの強さにあると思いますね。今回はジャンプ B も強いですけど、さあ、これ俺もマイクラッチャーベレアレッチで着地したら目の前に 6B があったみたいだね。そりゃ食らうわ。一本選手したな、ここない。さあ、これはいけませんといった感じで、あ、アクティベートがあると危ない。下級下級飛ばしていく、舞台行く、殺して投げバッテンつく。さあ、下級投げて、下級投げて、ジャシカが、おお、早い早い反応。しかしコンボうまくいかない。
超下級は背中にも判定があって、これはなかなかうまくいかないが、アイスイカはだから 6A 結構あいい野郎が多いですね。さあこれはディバイダーコンに行きます。予選くー投げよ、やはりジャンピーが食らってしまう、置いとかないときついですね。さあこれはバーストしていきます。ルタイク出たー、前から報道した、さっきからこのコンボできてないの、あるあるの、あるよ、あーあるある、バースト今よくシャゴバ出しましたね。あー怖い怖い、いつもの花月この負け方ね、最後の最後でまくられるという負け方。あ、魔王来た、お土産ありがとうございました、美味しかったです。大会終わって今5先勝ちですね。魔王が40分に来るんだったらワンチャン参加あったんですけどね。さあというわけでスーパーポチャをピンチを出したと思ったらまだピンチ、移動起き上がりしていっちゃいダメだと。リバイダー打ってくる、しかしこの超下級がある状態での読み合いはなかなか難しい。さあ体力吸収して、うまいぞ、ダメージも取る、あでストール、さあこれは分からない、追い上げてきた、この後はシャガッパー、イバダジャーバーは強気だな。無理やる、そらそらしてクラッシュトリガーだー。これね本当にたまにやられるとね食らっちゃうんすよね、てかガードしちゃうんすよ。はい、というわけで本日の GWB は5対1で、花月、肌は、じゃねえ、9日か。